イチロー殿堂入りなら米4大スポーツで日本人初。2025年イチローが米国野球殿堂入りの資格を得る1年目からの選出は間違いなく日本選手初で、野手として史上初の満票で選ばれるかが関心の的になっている。2001年にマリナーズに移籍していきなりシーズン242安打を記録、2004年には MLB 新記録の262安打を樹立。 MLB で通算3089安打、日米では4367安打を放って2019年までプレーしたイチローが引退後5年の条件をクリア、晴れて殿堂入りの年を迎える。スポーツ専門局 ESPN は、続きイチローは満票で選ばれるだろう、どうして彼に投票しないことができようかと快挙を予想。アスレチックは2019年にマリアのリベラ氏だけが達成した満票に近づく可能性もあると予想。野手ではデレク・ジーター氏の得票率 99.7%、 投票者397人のうち彼に投票しなかったのは1人だけが最高。偉人だよ、大谷よりすごくないだけで普通にレジェンドやからね。満票は無理やろ、400人もいればジア人に狙い記者おるやろな。一番評価してないのがボちゃんやぞ。大谷が殿堂入りするしないでイチローとどっちがすごいか決着がつくんやな、楽しみや。大谷は絶対すると思う。メジャーで10年間規定満たす日本人ってだけでもほとんどおらん。大体みんな怪我するか成績加工してレギュラーじゃなくなる。怪我せず規定満たしつつタイトルレベルの結果出し続けた超偉人よ。イチロー打撃技術ホームラン以外最高レベル、走塁技術最高レベル、守備技術最高レベル、こんなほぼ完璧な選手はメジャーの歴史でも他におらん。ホームラン至上主義者のホームラン数や OPS 変更評価のせいで過小評価されてるだけでもう二度と出てこないベースボールの神やからな。投げ谷が1000球じゃなくなったら終わりやからな。 DH 戦は何も評価されん。投げなくなったら守備やるけどな。今でも端攻守揃ってるイチローが日本人最高野手だと思うわ。大谷は日本人最高選手って感じ。日本は守備走塁過小評価しがちだけどメジャーは違うだろ、ちゃんと端攻守揃った選手として高評価してくれる。大谷の殿堂入りは通算成績が弱いから厳しいな。契約終わるまで休まず働けばなんとかなるかな。イチローのすごいところは高いパフォーマンスを維持したまま長いこと大きな離脱せずにやり遂げることだと思う。管理人のつぶやき、イチローさんは米国でも殿堂入りするかどうかではなく満票かどうかが話題になってしまうぐらい殿堂入りが確実視されてるんですね。すでにとんでもないレジェンドなのですが、日本人初の快挙となったら日本中が熱狂しそうですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。